回は東北の秋田県に行ってきました。秋田県に着きました。秋田県の角館市は道の区小京都とも呼ばれ、昔ながらの武家屋敷が残る町並みで四季折々の風情を楽しめます。今回はそんな角館にある温泉旅館に宿泊したいと思います。はい、ということで今日は一泊10万円の宿に泊まりたいと思います。一泊10万だよ、高いね。でその旅館がこちら、わび桜。入り口がかやぶきの屋根の門構えになってて、すごい趣がある。行こうか。達筆本当だ。わび桜。山あいにひっそりと佇むわび桜。築200年のかやぶき古民家を移築した情緒あふれる宿です。まずお出迎えしてくれるのがいろり端ラウンジと、その奥に広がる大広間です。そして重厚な雰囲気のロビーでウェルカムフードをいただきます。お部屋まで案内していただきます。各部屋に向かう途中、渡り廊下から見渡せる庭は四季折々の草花を楽しむことができます。こちらの部屋には和室、デッキテラス、フローリングリビングがあり、心地よい木のぬくもりを感じられる作りとなっています。続いて洗面所。高級感がある。洗面台の木箱にはアメニティが入っていました。ドライヤーはダイソンの高級ドライヤー。客室は全室半露天風呂付きの贅沢仕様。目の前にもう紅葉が見えて、ちょうどいいシーズンね。ね、すぐ隣にお風呂もあるから、外気浴するのにすぐ出られるっていうね。そういう設計だったよ ね。この敷布団の厚みすごいね。すごいよね、絶対柔らかい。お茶とかビールとかもお茶菓子も全部無料だそうです。めっちゃいい感じじゃんね。スズムシがね、風情ある。本当だ。これ神社だって。神社？本当だ。縁結び神社。貸切風呂はウッドデッキの渡り廊下を渡った端にあります。はい。こちらがわび桜貸切風呂。お、あったか。あ、結構厚めだね。わび桜の温泉はアルカリ性単純温泉で透明なお湯です。お、森の中って感じだね。森林浴も兼ねているみたいな。すごい弾くんだよね。貸し切り風呂気持ちよかったです。あ、すごいね、肌がツルツル。
料理はミシュラン二つ星の総料理長が手掛ける月替わりの懐石料理。もうちょっと選べるんだ、はい、これにしよう。うん、当時すっきりしてるね。米どころっぽいこういう稲穂の飾り付けがついてた。日本料理の名店の味と秋田の四季折々の食材を組み合わせた最高の料理が味わえます。比内地鶏のいいお出汁が出てる。ご飯に甘みがある。目と舌と香り、五感で楽しめるお料理でした。ごちそうさまでした。紅葉もいい感じだもん。天気が完璧すぎる。ほうじ茶で炊いたほうじ茶がいい。なんかお寺の精進料理みたい。新聞が挟まってる。ということで1泊10万のお宿泊まってきました。ご飯もね美味しかったし、あの景色ももちろん良かったし、露天風呂も気持ちよかったし、やっぱ何よりねサービスが良かったね。気持ちよく過ごせました。角館の温泉は結構サラッとしてて上品なお湯って感じ。温泉にもねいろんな種類の温泉があるんだなって感じました。でこれから角館の武家屋敷に向かいます。ちょっとその辺もね風情がありそうなので観光していきたいと思います。風であるね、うん、あるね。しだれ桜なんだろうね、この辺のこう、ね、垂れてるのは桜なんだろうね。春のシーズンだと、ね、桜がこう、うん、垂れてるんだろうね。見て、すごい。秋田県触りたい、秋田県触りたい、絶対触りたい。受け屋敷通りの名家の一つ青柳家、角館を代表する上級武士の受け屋敷です。一周このように回っていただいて、すごい、そうですね、3000坪ございます。3000坪、はい、すっごい広い。約3000坪の敷地に母屋のほか6つの資料館があります。母屋の内部には土間や座敷、台所などがあり、昔の武家の生活を垣間見ることができます。魔除け、あ、すごい、本物だ、ひなわじ。すごい広いね。小休憩みたいなできるとこはね。何人が住んでたんだろう。そんなに多くないんじゃない、まあ、今で言うとこのすげえ財閥の超金持ちの家みたいな感じなんじゃないの。これあの人運ぶやつだ ね、まあ、昔のタクシーみたいなもんじゃん。畳どうぞ。なんか座布団とか入れたら乗り心地良さそうだけど、ね、入っちゃダメだけど担いでみていいって。担いでいいんだ。せーの、
お、意外といける。意外と持てる。でも肩やられるね、これ。で、これ、かつ人間の重さだから、100キロぐらいはあるんだね。まあ、2人だときついでしょ。今の結構肩痛かったし。いかがでしたか？今回は秋田県の宿と角館武家屋敷に行きました。四季折々の自然が楽しめる角館、気になった方はぜひ訪れてみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。